福岡市城南区堤付近から油山方面を撮影油山観光道路は福岡県福岡市中央区六本松にある六本松西交差点から城南区辺鉱山展望台にかけて伸びる延長6 9トルの道路につけられた福岡市道路愛称。1994年ユニバーシアード福岡大会開催記念として市が正式に制定した愛称である市街地から 高落スポットである油山へ通じる道路であることが由来以下のようになっている。六本松、油山団地間は南北方向に伸びている。六本松、下定間は福岡県道557号棟、油山東人線から100の200メートル東側に離れて並行し、下包積交差点で県道557号線と交流する。中央区内は、 道幅も広く、交通量も多いが、上南区に入ると徐々に、道幅が狭くなる。油山団地まではほとんどカーブがなく、ほぼ平坦で、直線的であるが、上南区南部の油山団地を抜けると、油山に入り、山道になる。終点の固い展望台で行き止まりになる。並行する県道557号線に比べて、道幅が広く、 直線的で距離が短いため交通量は多い。特に南行き車線は1車線であるため、日中特に夕方ラッシュ時の渋滞は慢性化している。公共交通としては、六本松、油山団地間を西鉄バスの路線が通っており、これが沿道地域のほぼ唯一の公共交通手段となっている。本道路の約1 5トル西側には、 城南学園通りがほぼ並行しており、その地下を地下鉄七熊線が通っている。油山団地以北の沿道は市街地となっている。ありがとうございます。